韓国のノ・テウ大統領が国賓として5月24日来日、赤坂迎賓館での歓迎行事に出席しました。ノ・テウ大統領の来日は、昭和天皇のご病気などで延期され、やっと実現したものです。天皇陛下のご紹介で、皇太子殿下、海部首相と握手。ノ・テウ大統領は出発前、今回の訪日が未来の韓日関係を開く転機としたいと表明、その意欲を示しました。閲兵の後、各界代表と握手をするノ・テウ大統領夫妻。続いて皇居で天皇皇后両陛下と会見。天皇陛下とは大統領が1歳年上であること。お互いにテニスが趣味でテニス談義に花が咲きました。夕方、第1回首脳会談及び全体会議が行われ、ノ・テウ大統領は20世紀のわだかまりを捨て、21世紀の真のパートナーとしての関係を作りたいと述べ、海部首相も日韓両国が力を合わせ、新秩序形成に参加したいと表明しました。夜、宮中晩餐会での天皇陛下のお言葉。昭和天皇が今世紀の一時期において両国の間に不幸な過去が存したことは誠に遺憾であり、再び繰り返されてはならないと述べられたことを思い起こします。我が国によってもたらされたこの不幸な時期に帰国の人々が味わわれた苦しみを思い、私は痛惜の念を禁じ得ません。晩餐会は和やかな親善ムードに包まれ、夜遅くまで続けられました。翌25日、ノ・テウ大統領は衆議院本会議場で韓国大統領として初めて国会演説を行いました。桜内衆議院議長の挨拶の後、ノ・テウ大統領は過去のしこりを消し去るための勇気と努力を訴え、両国が真の隣人にふさわしい関係を結び、同伴者として太平洋時代を開くために協力しようと述べました。過去の清算に一応の区切りをつけた今回のノ・テウ大統領の訪日は、これからの両国の友好発展につながるスタートとなったと言えそうです。